皆さんこんにちは、一斉 TV の一斉です。本日6月11日、今日は何の日かと言いますと、待ちに待った映画閃光のハサウェイの公開日です。閃光のハサウェイの映画公開に合わせて、ガンダムベース各店や劇場で限定販売されるガンプラを今回買ってきました。その限定版のガンプラがこちらです。いやー、箱がですね、結構大きくてびっくりしました。お一人様2個までということなので、今回ですね、これ2つ買ってきました。それでは早速中身を見ていきましょう。今回購入したガンプラがこちらです。ハイグレード144分の1、ペイレのペイです。今回ですね、こちら劇場公開記念スペシャルパッケージということで、映画のビジュアルがパッケージに使われています。こちらですね、初回限定生産のパッケージとなってまして、中のパーツもですね、全てクリアカラーとなっています。それでは早速このペイレのペイ中身をチェックしていきましょう。はい、それでは早速ですね、開封していきたいと思います。今回ですね、僕もですね、この動画と同時に開封するので、ちょっと中身はまだ見てないんですよ。なのでですね、ちょっとすごく今ワクワクしています。では早速開封しましょう。ではこちら開封ドン。おは、うわ、パーツがびっしり入ってますね。これはパーツの量が多いぞ。これは組み立てるのに結構時間がかかりそうですね。でもですね、今回ちょっとこの劇場限定ということで2つ買いましたので、1個はですね、作って部屋に飾りたいと思います。今回の動画はですね、開封する、のみの動画になりますので、制作するときはですね、また別の動画を作りたいと思っておりますので、今回はこの中身をですね、見ていきたいと思います。はい、それでは、中身をチェックしていきましょう。まず、1個ずつパーツを出していきますね。今回劇場ですね、特別限定版ということで、中は全てクリアパーツになってます。はい、どんどん中を見ていきましょうかね。一つ一つのパーツが大きいですね。いや、これ144分の1なんですけども、なんて言うんでしょう、もうあの箱からして存在感もありましたし、中身のパーツのですね、この一つ一つの大きさ、あとパーツの点数、これはですね、なかなか作るのも大変ですし、まあ飾る場所もですね、結構なスペースがいるんじゃないかと思います。はい、どんどん中身を見ていきたいと思います。この辺ですね、どんどん進んでいきます。はい、足の部分のパーツですね。はい、こちらにディカルが入ってます。はい、こちらは多分飾り台ですね。はい、こちらも全てクリアパーツが使われています。はい、まだまだパーツありますよ。いや、これはパーツの量が多いぞ。はい、ではどんどん出していきます。はい、こちらですね。うん、ちょっと置けなくなってきたので、どうしよう。はい、次こちらです。はい、もう一つですね、これが最後のパーツです。はい、で箱の下に、取扱説明書ですね。はい、こちらペイナルペイの、取扱説明書、こちらクリアバージョンじゃない、ペイナルペイと同じ説明書だと思います。はい、まあ、中はですね、まあ、通常のガンプラと同じですね。まあ、一つ一つ丁寧に、組み立ての順序が載っているって感じですね。はい、中の箱の中のパーツは以上ですね。全部でですね、ランナーが、1、2、まあ、ちっちゃいので言って3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、全部でですね、ランナーは20あります。
なのでまあパーツ点数もまあ結構なパーツ点数があると思いますね。いやこれ作るの結構楽しみですね。まあぼちぼちと、一個一個パーツを丁寧に、成形しながら作っていきたいと思います。6月11日から閃光のハサウェイ公開されています。まあ最近僕ちょっとエヴァンゲリオンの映画を見たりとかしてるんですが、エヴァンゲリオンもですね、明日の12日から、新しい、エヴァンゲリオン 3.0 プラス 1.01 が公開されるわけで、特典の A4 サイズの漫画付きの本がついてくるらしいので、もう映画予約したんで早速僕はそれを見に行きます。閃光のハサウェイはですねちょっとまだ予定立てれてなくて、近いうちに、見に行こうと思ってますので、今熱いエヴァンゲリオンと今熱いこの閃光のハサウェイ、両方ですねこれから楽しんでいきたいと思いますので、このプラモデルを作りながら、閃光のハサウェイ満喫していきたいと思います。ではですね、今回動画こちらで終了となりますが、次回からですねこちら制作の動画を作っていきたいと思います。今回クリアなのでもう塗装はせずに、このまま組み上げて素組みの状態で、パーツの成形だけはしていきたいと思いますけれども、組み上げて、ディスプレイしていきたいと思います。では今回の動画は以上となります。今回も最後までご覧いただきありがとうございました。次回の動画は、このペネロペを組み立てるか、また別の動画になるかもしれませんけれども、また動画の方を見ていただけると非常に嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひよろしくお願いいたします。それではまた。